ツイッターで数年前の失言を探して非難するような人は、その人自身の成長が止まってるんでしょうかとなんですけど、その人の成長が止まってるっていうよりかは、シンプルにこれサディストです、ただの。はい。だって人間なんて失敗あるわけですよ。で、さらに人間は変わります。5年とかさ、10年とか前の話言われても、5年、10年前と皆さん絶対考え方も変わってるじゃないですか。もう世の中も変わっていくし。って考えると、5年、10年も前のこと言われてもって話なんですよ。そう。今もう変わりましたから。いや、それをね、踏まえて今の自分がありますってなるわけじゃないですか。だから過去のことをそのいちいち蒸し返す人っていうのは、どういうことかっていうと、蒸し返したところで何も生産性ないじゃん。そんなものって。ね、ないでしょ？ないんだけれどそれをする。なんでかっていうと、それをすると相手が困るから。過去の忘れたいこととか嫌なこと誰にでもあるんですよ。で、そういうことを言うことによって人が苦しむのを見たい。だから単なるサディストなんですよ。だからこういう人は、シンプルに、なんだろう、人格破綻者なんで、相手しなくていいと思いますけどね。